知らん。はい、5月の6日、土曜日になりますの朝の避難、朝の見回り行ってみたいと思います。はい、ね、なんかピンマイクが欲しいとこですけど、行きましょう。さーて、はい、今日も、天候は半分晴れの半分曇りってとこでしょうか。はい、風もあまりなく過ごしやすいかなって感じですかね。そろそろ皆さんゴールデンウィークも終わりですからね、帰省に今日とか明日、今日か、今日明日にみんな家に帰るんじゃないですかね。はい、そのお帰りの際にぜひ三郷ストレッチファームに寄っていただけたらいいなと思います。開いてるし、昨日閉めなかったかな。はい、いつものようにいきます。はい、まずは牧場の朝の見回り行きます。はい、ゴールデンウィーク盛況で小松菜がなくなることが多いですね。あら、泣いてましたね。はい、おはよう。おはようございます。たまたまないぞ。 ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、はい、毎日ほぼ毎日おじいちゃんが、ね、お茶菓子をくれます。ありがたいですね。お菓子に困らないよ。食べ物飲み物に困らないですね、ここで働いてると。ありがたいことに、はい、おかげさまでともちゃんもこにたんも楽しく働けてますね。ダチョウをね、毎日眺めてるだけでも日々のストレスがリフレッシュされるってもんなんですけれども、はい、卵があまりないですね、最近。卵があまりにもなくって、ちょっとともちゃんが困ってますね。なんで困ってるかというと、その今入卵の時期なんですけど、入卵するにあたって、そのある程度のね、卵の個数が必要なんですよね。なんですけど、個数が足りてない、入れる個数が足りてないんですね、絶対数が。そのだからみんなにバカスカ産んでほしいんですけど、産んでくれと言って産むようなね、物分かりのいい子たちではないし、産んでくれと言って産んでくれたらね、そんな楽なことはないんですよね。相手は生き物ですから、そういったところ働く上ではね、ちょっと大変なところであったりもします。新しい巣ができて頑張るね。みんなおはよう。はい、ハグリッド、おはよう。
日も限界。はい。なんとまあ本日も卵がゼロに近いのかな。朝は卵ゼロですかね、このままだと。はい、それでは最後のラストチャンス、メスの楽園行ってみましょう。メスの楽園と言いつつ1羽オスのスプラがいるんですけど、まあ、そこはねあれですよ、たまにはこうやって映しておいた方がいいのかな。ね。はい。最近自撮り棒で撮るということを覚えたモニカンですけど、毎度ね腕を上げてるので疲れます。はい、あるかな、よさげ。おはようスプラ、乗るかい。おお、ミシミシミシって言って、はいはいはい、後輩の練習かマウントかわかりませんが、かわいそうかわいそう、ミシミシってもうちょっと上手に乗ってあげればいいのに。はいはい、練習でしょうね。まだまだこの子は若いので、まだそういう時期じゃないとは思うんですけど、はいはい、このまま続けてヒナの方行ってみたいと思います。え、今日はともちゃんいないのかって、今日はお休みです。はい、ポニータンが一人でお送りしてますね。え、ポニータンのファンもいてくれると嬉しいんだけどなね、街中で見かけてポニータンですかみたいなね、え、そんな日が来ることを僕は望んでるんですけどね。はい、着きました、ひな車。よし、行きます。さあどんどん行こう。さあまずはライトをつけまして、カーッとね、はい、エアコンは27度でつけております。はい、ヒナの快適な室温は30度前後と言われています。はい、おはようございます。はい、現在の気温、室温という前日の紙を取り除きまして、はい、5月の6日ということで子供の日の次の日ですね。時刻は8時20分ぐらい。はい、 28.6 度の室温と 37% の湿度。区画内と西三四ですね、この2つに分けたみたいです。はい、ということで、さあ床の温度を測っていきます。その前に太陽をつけます。かー、おはよう。はい、みんなおはよう。お父さんだよ。猫と言っちゃってね。はい。28度。インターンスタは 30.3 度。
28.3度。28.0 と 30.3 度。はい、続いて区画の中、もう何じゃ、もう食っちゃうか。これがとっても早いな。これごといきます。新しい子ですね。はい、今日も泣いております。29.9 度。なんか床に糞がめちゃくちゃあるな。29.9 の、はい、31.9。暑いですね。この区画の中は。はい、この子たちはまだ餌をあげてないみたいです。はい。餌の様子は。ほぼないですね。はい、みんなよく食べてます。お水もしっかり飲んでると。ヒーターで明るい場所はよく食べられるみたいです。こっちの方はちょっと残ってるのかな。はい、餌皿一つに残っているだけで他の2つは食べています。水の方はね、残ってますけど、まあちゃんと飲んでいるので大丈夫だと思います。はい、それでは時間置きに移そうかな。はい、このまま避難を時間置きに移ります。少しの間、ひなのをね、時間を切れ、楽しみください。
第一次部たちが全然泣かなかったんですか。今の子たちが泣くみたい。新しい子たちはね、同じだよ。はい、餌と水やり終わりました。5番がせっかく食べてたんで、8番がつついて邪魔しちゃったよ。ねえ、いいよいいよ、5番ちゃん食べな。
揃ってちゃんとご飯食べんだよ。ダメだ、人の目をついてダメ。ご飯食べて。かわいいね。ニワは僕の袖に興味があるのかな。はい、さっきは5番が急いでご飯食べてたんですけどね。惜しいな。しっかり食べないとダメだぞみんな。元気に育ってね。あら、かわいい。またの間からこんにちは。はい。ということで、今日は朝の牧場の見回りと日傘の世話でした。バイバーイ。